やっほー、つるちゃんでーす。今日はですね、まったりゲームしたいと思います。ただゲームするんだけじゃなくてですね、こちら今日は、セガサターンのサターンボンバーマンを、1人で、7人同時プレイしたらどうなるかっていうのをやってみたいと思います。これが、サタンボンバーマンオープニングですね。飛ばします。でこれがメニュー画面、サタンボンバーマンって言ってね、1996年ですね、22年くらい前のやつですね。はい。でゲームモード選びます。まずバトルですね。バトルしたいと思います。 Now ローディング、少々お待ちください。でこちらですね、マッチプレイを選びます。でボバリ方、このボバリ方っていうので、ワイドを選びます。でモードはシングルで、そしたらここに7つコントローラーをセットしてますんで、マンがめっちゃあります。ここにマンが7個あります。でこれで OK ですね。 OKでルールは、バトル回数とか選びますけれど、今日はこれで、やってみたいと思います。サドンデスオンにしちゃいます。これは3分前になるとどんどん、岩が落ちてきてってやつですね。はい。二層盆っていうのは周りで、死んだ後うろちょろできるやつです。コンピューターはいないんですけどね、今回は全部自分でやりますから。でこれがですね、これで選んでいきます。全部自分なんですけどね、選びます。7人端から選びます。これがですね、高橋名人ですね。これこの顎が特徴的です。で原人がいます。よし、この7名で、スタートしたいと思います。スタート。ステージはこの1種類だけです。はい、炎の戦士ということで、誰が一体勝つのかやってみたいと思います。よいしょ、ボンバーマン7人同時プレイ。どこだ。あーもういっぱいいる。とりあえず頑張ってみます。ちょっと一人ずつやるのめんどくせえ。ちょっとこの原始人で広げようかな。とりあえずみんな生き残ろう。みんな仲間だ。よし、そっか、落ちてくるから上から岩が、ちょっと真ん中に寄せたいと思います。どうだ。爆弾を待ってる間に避難させなきゃ。ちょっと真ん中に集まれ。みんな、いつはいいか。これでハニーが真ん中に来い。お前は真ん中に来い。戦うとかじゃないんだよ、もう生き残らないと。これこの世界の中で、やべえ、こいつどれだ、原始人か。いや、あーこれ顎だこれ。よし、黒ボン、あー真っ暗になった画面が、やばい。よし、あーなんで画面が、セガサターンが、ちょ、セガサターン頑張れ。よしあーもう黒ボンが全然、黒ボンどれよ、黒ボン分かんない、どこか。どれが黒ボンなの、どれが黒ボン、これか。あーこれ疲れるな、もう時間切れや。ちょっととりあえず誰か
助けてくれ、誰か助けてくれ、落ちてくる、ちょっと出会えない、どれ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 、誰が死んだのか分かんない、分からん分からん、あーもうダメだ、あーもうダメだこれ、ちょ同時に2つ動かないとダメだこれ、あー助けてくれ、ちょっと死ぬ、出会えない、うん、よし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 、こういうことか、はあ出会いそう出会いそう出会いそう、よし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 、出会えるぞ、きっと出会える、きっと出会える、もうちょいなんだ、もうちょいなんだよ、本当に OK、 あと一ボバリ、あと一ボバリあればいい、あーせめてあなたの爆弾で死にたい、よっしゃー出会えた